えー、皆さん、野球楽しんでますか、アメイジング監督のウです、今日はですね、10月21日なんですけれども、今日はですね、ウの誕生日なんですね、えー、今まで生かしていただいた家族をはじめ皆様、えー、本当に感謝しております、えー、今日はですね、ノーカットでお話し動画にしようと思うんですけど、えー、最近ちょっと前ですね1、1ヶ月ぐらい前にかなり病んでまして、えー、まあこういった これはま YouTube なんですけども、YouTuber ということをもう諦めようかなと思ってたんですけど、その時は、えー、やめようかなと思ってたんですけど、まいろいろとです、ね、最近、Twitter とかでお話しさせていただいてるんで、Twitter 見てる方は分かるかなと思うんですけど、本当にいろんな方、えー、豊,橋豊橋市で、で愛知県豊橋市でやってるんですけど、豊橋市東三河、その辺の東三河地域で頑張ってる、発信してる、まあみんな頑張ってるんですけど、発信してる方、 のですねえー、と、いろいろとつながりを持つというか交流させていただくことが最近、多くなりました、まあ、ここに豊橋にいる、まあ、正直、他に出るということが現実的に難しいことがあるんですけど、ほ、えーまあ、他に拠点を移すということが難しいことがあるんですけれども、なんで関東とか関西とかに遠征何度もするということも正直、難しい状況。 なんですけれども、その中で、えー、病んでた時にですね、えー、こういった交流地域の発信している方との交流ということを、えー、ちょっと考え出して、えー、ちょうどその時期に、えー、カフェアジトさんこの間コラボさせていただいた、えー、キャッチボールさせていただいた方なんですけどもから、えー、ちょうどそのタイミングで、えー、DM をいただいてでコラボ。 にこぎつけけたんですけど、まあ、カフェアジトさんは本当にいろんな方東三河のいろんな方をいろんな職業の方いろんな発信者さんですよねを、えー、とコラボしていろいろとお話しして応援されてる方なんですけれどもそういった方と、えー、たまたまその病んでる時に病んでほんのちょっとひ光が見えた時期にお話しさせていただいて、えー、まだまだ自分も。 やり,やりたいことがあるしやらなきゃいけないのかなと思って、えー、そこからですねいろんな交流を本当に始めました、えー、そういった情報サイトさんの方だったり、まあ、カフェアジトさんは情報サイトっていう感じじゃないですけど他にも情報サイトさんだったり最近で言うと豊橋まつりでいろいろご挨拶ささせていただいた方の中では、えー FM ラジオ、コミュニティ放送の方ですとか、あとは情報サイトの、東三河の情報サイトの方だったり、あとはそういった、そこで、えー、ほとんど同じように活動している、東三河で活動している、えー、プリンセスウェーブというモデルさんの集まりのモデルさん、一緒にまあ、そこは一緒にいたんですけど、ともお話しさせていただいたり、えー、あとは、 アイドルですね,アイドルですね、えー、東三河から PR するアイドルの方とかとも、まあ、イベントに行ったりするんですけどそういったところで本当にお話しさせていただいたりすることでだんだん病んでてもしょうがないなということでもっとやりたいことを発見していかなきゃいけないなと思って、えー、それで今日を迎えてます、まあ、そのカフェアジトさんもそうですけどあとは、えー、そのアイドル 特に、えー、アイドルですね、えー、グルメイド隊さんという東三河を PR するアイドルさんいるんですけども、特に、えー、ロ,ロミさんですね、ここにたまたまチェキが用意してあるんですけど、えー、ロミさんというリーダーの方なんですけれども、まあ、グルメイド隊さんのリーダーとして、えー、いろいろと、まあ、自分もこういったチェキを取り、えー、チェキを、えー、取らせていただいているときにお話ししたりするんですけども。 まあその中で、まあ、自分も東三河豊橋,豊橋で野球やっているユーチューバーの端くれとしてですね、まあ、発信者の端くれとして、えー、こういった、まあ、アイドルさんなんていうのはやっぱり他の方に影響を与える発信するインフルエンサーとしてやってらっしゃる方なんですけれども実際お話しして自分もまだまだやれる,やれるんじゃないかと思うことも。 あるし、えー、実際今でも3000人以上のチャンネル登録者数の方が、えー、一応チャンネル登録していただいているわけですしそれだけ自分が発信することで、えー、動画を見ていただいている方もいる、まあ、発信するということのに関していろんなもうアイドルロミさんかわいいとかもうそのアイドルのみんなかわいい誰推し誰推しとかそういうこともそうなんですけど。 発信者としてなんかいろいろと意見交換するような感じでいつもお話しさせてもらってますその中で自分ももうちょっともっと頑張りたいし頑張らなきゃいけないなもっとやりたいことあるなと、えー、何度も出しますけどロミさんや皆さんとのお話しする中でもう一回頑張ってみようと思って、えー、こういったいろんな皆さんとのお話しさせていただいたりして、えー、今日の。 10月21日区切りの日を迎えましたなんでですねえー、今日からもう1年というかもう1日1日なんですけれども、えー、またえー、頑張っていこうかなと思いましたという動画ですえー、まあいろんな皆さんに、まあ、結構思い詰めたんですけど もうまあそんな深刻なことじゃないと思うんですけど、えー、まあやめようかなとか、えー、もう諦めようかなと思った時期があったんですけど、えー、皆さん、えー、いろんな皆さんとのつながりを考えて、えー、も,うもちろん関東だったり関西だったり、いろんなところにつながりはあるんですけれども、もう一度頑張ってみようかなと思って、それで今日を迎えることができました。 なんでですね、えー、またいろんなことをいろんな楽しいことを本当にしていく、まあ、野球ももちろん楽しいやってて楽しいですしもっといろんなことアメージングまたチーム、ただの草やけチームですけどそれをもっと自分の中ではいろいろやりたいこともありますし、まあ、その中でもまずは人にメンバーに来てもらって野球を楽しむ、まあ、相手に迷惑かけず 人を集めることで相手に目をかけずに野球を草野球を楽しむということまず第一なんですけどその中でもいろいろとまあ野球以外にもいろいろアメージング以外にもこの YouTube チャンネル YouTuber としていろんなことをやっていきたいなといろんな人と交流を深めていきたいなと思って今日を迎えることができましたこれで33人自分33人になるんですけどこんなんでえーでも もうう回頑張っっててみようと思ってえ最近いろいろあったんですけどもう一回何度も言いますけどもう一回頑張ってやっていきたいなと思ってこの動画を撮ってますなんでですねえもう8分経ってるんですけどえ今後もアメイジング g y o u t u b e チャンネルをお願いしますよろしくお願いしますということでここでですねえプチ重大発表なんですけど えー、11月からですねラジオをもう一回やろうかなと思ってます、えー、思ってますっていうだけじゃボツにやめるかもしれないんでもう11月からやろうということで、えー、ここでタイトルもう後と弾けないようにタイトルを発表しようと思います、えー、タイトルはですね、えー、今もう考えてもう言っちゃいますけど、えー「アーメジングシューの帰ってきたシューラジ」ということで、えー、考えてます、まあ、これ えー、あんま編集しないでノーカットで行くつもりなんであんまり字とか出ないですけどそんな感じでですね11月から喋、えー、りたいこと喋るラジオ番組「アーメジングシューの帰ってきたシューラジ」も始まるということでですね今後もいろんなことをいろんな面白いことをやっていこうかなと思いますんでえー、今日からまた新しい自分にとって新しい一年なんでぜひ皆さん 今後ともよろしくお願いします。